やつも仕留めてやる。ドドリアのようにな。湧き出してくる。せやっ！はっ！よっ！今の俺ならザーボンなど敵じゃない。うん、ドラゴンボールは俺のものだ。この調子でフリーザの腰巾着どもを片付ければドラゴンボールを奪うチャンスは来る。はっ、近いぞ。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだ。アウターさえあれば手分けして村を探す必要などなかったものを。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。ドドリアは俺が片付けさせてもらったぜ。次はお前さんの番だ。何？貴様がドドリアを片付けただと？なかなか帰ってこないと思ったが、信じられんな。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。すでに集めたドラゴンボールはフリーザのところに揃っているというわけか。貴様、フリーザなんかにくれてたまるか。すでに俺も一つ手に入れているんだ。残りも必ず俺がいただいてやる。何？このものになればフリーザに勝つチャンスが必ずやってくる。ボロク、永遠の命だけでフリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様は分かっている。
クリーザ様の実力はそんな次元すら遥かに超越しておられる。クリーザはサイヤ人を恐れていたそうだが、そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。うぬぼれやがって。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのにまた逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。あれです、あの家に。あれか。ネイルさん、無事だったんですね。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っておいでだ。二人とも中へ。最長老様がお会いになる。でかい。ようこそ。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。ありがとう。いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいでもうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが？
ナメック星人がいる、いたのか。はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。なんと、過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか。おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえもう限界を超えてるくらいなんすよ。力が、うひゃー、力が吹き出してきた。すげー。あの、もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。
デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。ねえ、ちょっとご飯くん、ずっとあっちにあるドラゴンボール反応が動き出したわ。こっちにまっすぐ向かってくるわよ。これクリリンくんなのかな。きっとそうですよ。じゃあこっちの一つは、こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほらここんとこ一つだけポツンと。はっ、ベジータが村を襲っているって言ってたその方向ですよ。でもベジータはそこにはいませんよ。木が感じられませんから。わかった、あいつ村は襲ったけどドラゴンボールは発見できなかったのよ。そのレーダー貸してください。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。よし行くぞ。ね、あのさ、ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。近くに恐ろしい奴の気は全然感じない。
このザコめ。なんだと？やらせないぞ。
そうね。ありがとうございます。
ひどい。ドラゴンボールを探さなきゃ。でも、なんであんなところにあったのかな？なんだ今の爆発は？まさか！メディカルマシンにはいないだと。己、どこに逃げおった？ベジータ、早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って、ドラゴンボールが、あの野郎、なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザめ、ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個全てが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くっそ、ベジータめ、一体このままでは私の命はフリーザ様に。あれは
とうとう見つけたぞ、ベジータ！ん？でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。ですか、ブルマさん。それもしかしてドラゴンボール？本場のドラゴンボールってでっかいのね。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。そうだブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった。強くなったのに浮かれてあいつの気に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。ベジータも木を探れるようになったのか。その大事そうに持っているドラゴンボールを見るとどうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれたなベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールの在りかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。体力が落ちてるんじゃないか。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。くそったれ。
され。こらえた。死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば。さてと、どうする。おとなしくそのボールをよこす気はないのか。こいつを渡せば、おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入れば、ザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。敵に見つからないように気をつけなきゃ。もっと急いだ方がいいかな。星が4つ、僕の帽子についてたドラゴンボールと同じだな。それにしても大きいな。このドラゴンボール、僕の帽子のやつより全然大きいや。何か来る。ベジータ、急いで隠れなきゃ。どこかに隠れられそう。ん？前方に強い戦闘力が突然、いや、気配が消えた。何者だ。さっさと姿を見せんと、この辺り一帯を吹っ飛ばすぞ。待って、僕だ。ほう、カカロットの息子か。ドラゴンボール、まさかそいつは。プレゼントされたんだ、貴様の仲間のツルツル頭にな。お前、クリリンさんを殺したな。そうしてほしいんなら、今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？感謝しろ。すべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。すべても？その手に持っているのは何だ？え、これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。ところでカカロットの野郎もここに来ているのか？来てないよ。そうか、そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。
助かった。クリリンさん、ご飯。クリリンさん、これ見つけたんですよ。やったぜ、そいつを待ってたんだ。ご飯くん偉い。実はさっきここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。え、このボールはなんとか隠したので見つからずに済んだんです。お前もラッキーだったんだな。とにかく急ぎましょうよ。おい、バカな。あのガキにあった場所はここと地球人のいたところの直線上だった。しかしボールをどうやって探し、あのガキが持っていた機械、あれは時計じゃないな。あのガキども。やめやがって、許さんぞ。消えやがったとか。地球人どもめ、生意気な真似をしやがって。奴らもこっちの持っているロックをいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。最長老様からもらったドラゴンボールをベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個全てを揃えることは食い止めた。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。フリーザの切り札、ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。はあ、はあ、ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。